クラク新年創刊号は、かつて存在した、日本の出版社である。大阪の化粧品会社の中山太陽堂が設立した。1922年に大阪で設立された。化粧品会社の中山太陽堂を後ろ盾にし、女性を読者層に狙った斬新な文芸士として、1922年5月に、女性、1923年12月に、 クラクの西を創刊した。社長は中山豊造、副社長はその議定の川中作造であった。当初の谷町の地盤は川中の自宅住所だった。幼い薫が会社の運営に関与し、女性の編集を担当。クラクの編集に直三35、川口松太郎らが携わっていた。また、単行本も月一冊程度のペースで刊行 両師と単鉱本に、山、六郎、山名文夫、岩田センタローラを起用した、華麗なデザインは一世を風靡し、いわゆる大正モダニズム、半信館モダニズムの勃興に、多大な影響を与えたとされる。主な執筆者は、泉京香、おさらぎ次郎、谷崎純一郎、武者の孝治さねやつ、与さの秋子ら、非常勤編集者に、藤沢製造がいた。 1925年4月、道島ビルジングに移転、同年、婦人文化、家庭文化の向上、児童の健全育成、宗教による精神文化の向上を目的として、研究機関、中山文化研究所を併設した。所長に、藤川優を招いた。藤川はそこに、婦人精神文化研究会を設置した。同年夏、直木は同社を辞して、 連合映画芸術家協会を設立した。1926年1月には雑誌、演劇、映画を創刊したが、同年8月には休刊した。1928年6年間をもって廃業した。ありがとうございます。